綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、151ヤード、7番ヤード、はい、いいです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 、マジかな、うん、なんか、端っこに、ちょっと端っこだけど、まあスリーパットしないように頑張ろう、頑張ります、パッター頑張ろう。最近、乗ってないからスリーパットしてないですよね。あー、そうだ、パッター乗ってないってこと、乗ってないから、パッター頑張ろう。結構伸びるね。もう上りだと思って疲れてる。ありがとうございます。です。ありがとうございます。ナイスパーだね、あそこから。ありがとうございます。パートパット難しいわ、ここも。そうですね、ちゃんと取っていかないと。取りに行かないとダメかも。なんかオープニングで、はい、この後の対決を予想してくださいみたいな感じで、うん、あれして、なんか逆に今僕も予想してるんですよ。一ホール一ホール見ながら。全然わかんない。今いい対決してるんだ。今ちょうど一緒ぐらい、今一緒のスコアだからわかんないよね、どっちが勝つか。だから後で二人に戦略を聞こうかなと思って。戦略、今んとこ全然わかんない。でもわかんない、油断させといて後で本番について。そ、うん、今関係ないから油断させとこうかな。作詞作詞。あ、でも全然大丈夫だ。あ、いいですね。全然大丈夫。すごい。ここ広いから。ちょっと曲げても大丈夫だと思う。ここ。後半へ向けて近い。自然にちょっと。今立てるつもりで。パーファイブ後半。ありがとう。なんかみんなどういうのログいいよ。いいよ、ね、まあシャフトとの兼ね合いもあるけど、シャフトもいいよ。シンタグラファイトさん変えたんですか。え、ずいぶん前に変えた。どのくらい最近は会ってたんですか。昨日も会った。家にも来たしね。一緒に食べるし、泊まりも一緒だしね。一昨日も会ったし、めっちゃ会うじゃん。結構会ってるけど直接回るのは久しぶりっていう。うん、いつ最後合宿が最後。結構前だ。1ヶ月前ですよ。うん、1ヶ月前だ。あんなに会ってるのに。じゃあそのあれですね、合宿の成果を今日、うん、そう、でも私は試し合う感じ。合宿らしくて私は勝った。そういうせいですね。
全然スズメッチなんか飛ぶようになってないですか、気のせいですか、当たりがなんか音がなんか違う感じがなんかすごい捕まってる感じの音がする成果出てます、嬉しい、いやでもちょっと伸びてきて、でもまだ当たってないからあヘッドスピード上がってきたよね、あれヘッドスピード上がりますね、なんか練習場の測定器では結構20ヤードぐらい上がります、へえー、すごでもやっぱ右にこうやって飛ばしちゃうと距離が残るのが課題で、左に捕まってたらだいたいもうちょっと、そうね、そうね、戻ってくればいいよね、なんか右に出て左がドドだから、そうなんですね、これで戻ってくればもうかなり最高だよね、はい、距離も走るようになると思うんですけど、これはこれからの課題ですね140すみません92ヤード、52度ときます、もう1人1歩戻してくるくらいの気持ち、もう高っ、ありがとうございます、失礼です、はい、なんかもうちょい高かったな、そうラストが思ったよりきつかった、でもバーディーチャンス思います、ちょっと浮いてるんですよね、おおゴルフですよね、むずいっすよね、左足下がり、左足下がり、そうね、浮いてるって言ったもんね、手前はやめようと思ってたんですけど、これで入ったらすごい飛んだからまさかのデッキ、せっかくならナイスバーディー、ありがとうございます、ナイスバーディー、バウンスバック。惜しかった。惜しかったね。チャンスを生かしたかったけど。ちょっと切れたかな。いやーなんか自分が思ってるより切れちゃいました。あ本当に。うん。そう、うまい。じゃあね、終わり。ありがとう。でもちょっとラッキーを生かせたら最高だったけど、あれは難しかったです。ここは、うん、アプローカー58度、何で58で打ったんですけど、なんかこのラフの張ってある芝、うん、ちょっと浮いてて、あんまり全然開かないで、全然開かない方がいいね、浮いてる時はね、うん、で抜けちゃうからね、誰もおかしい、でまあ手前はバシで、うん、行きたいなと思って、そうだね、打ちました、はい、おお、これは飛ぶぞ。転がってる転がってる。ね、で、ありがとうございます。ああ、頑張ります。頑張って。ちょっと左足だね。左足だね。そこにある。あるのか。あ、よかった。OB じゃないから大丈夫。ちょっとあれだね、スイング意識してる、うん、意識してます、ラフだとあんまり意識しない方がいいんじゃない、素振りだけで、そうかな、なんかいや変えなきゃって思ってなんかすごい意識しちゃってるんですけど、けど意識しない方がいいのかな、なんか知らなくなる、練習場とかではスイングを変えたり意識したりするの大事だけど、コースだとすぐには直せないから、うーん、まあ私はね、私の意見としては素振りは意識して打つときは、そうですね、そんな意識しない、確かに意識するのは、うん、難しいかな、意識できるならすごいですね、確かに、まあ、スズネッチは今ねスイング改造中だもんね、
ね、さっきもあれだったけど、そうだよね、さっき右に行っちゃったからちょっと直そうかなみたいな、ね、捕まえて言いたいと思って言ったらちょっとやってしまいました前半は練習ラウンドだから、そう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 、対決だとちょっとね、対決の時、ね、もうそのままで行くしかないけど、そう、でも公式ラウンドっていうか練習ラウンドを意外としてなくてまあそうだよね、自分の練習場でやってるスイングをやりたいなって思って言っちゃってるんで、まあちょっと、まあ今はしょうがないよ、改造中なんで、滑りまでかな、ね、ちょっと5番ウッドで行ってみます、うん。はい。じゃあ仕上がりにもうちょっと計算しないとその。1ヤードで9度いきます。うん。よいしょ。いたね。です。ございます。じゃないですか。別だよ。別かな。ロングアイアンが何？ロングアイアンがダメだ。今日は打たないだろうな。確かに。じゃあ今日打たないよ。25ヤード。58ヤードいきます。終わっちゃいました。うん、です。ありがとうございます。うまい。ナイスバーディー。ありがとう。うん、パッと、パッと分かってた。なんか、一人で打つってことを学んだ。大事ですね。結構ジャストタッチ派だからさ、でも重たいグリーンはそうはいかないからね。